小説真髄は、坪内逍遥が表した小説論。明治18年9月から明治19年4月にかけて全9冊の文冊雑誌式で小月堂から刊行された。日本で最初の秩序立った新しい小説論であり、上官において小説の定義や編遷主眼、種類、悲劇について述べ、下官において文体論、脚色法、 叙児法などの小説の法則について解いている。明治に入ってからの日本文学は、江戸の下作の流れを組む下作文学家、西洋の思想、風俗を伝え啓蒙するための政治小説が中心だったが、小説神髄は道徳や功理主義的な面を文学から排して客観描写に努めるべきだと述べ、心理的写実主義を主張することで、 日本の近代文学の誕生に大きく寄与した。明治14年6月、東京大学文学部第一科3年生の商用は、ウィリアム・エホートン教授の英文学の学年試験において、ウィリアム・シェイクスピアのハムレットに登場する王妃、ガート・ルードの性格について問うた出題に対し、東洋的同義的に批評して回答したため悪点を取った。 このことがきっかけで商用が西洋文学を学ぶことにつながり、そこで小説神髄の根本思想となる新しい文学館が生まれ、研究内容を組織立てたものが、後の小説神髄となった。明治16年9月から10月にかけて、明治協会雑誌の第25号から28号までに、たでなぎさう氏の筆名で小説神髄の小6とされる、 小説文体という一編を発表した。また、明治18年2月に出版された、自身の役所、外星子伝の橋垣きに、この書を公にしたのは、小説改良の志を遂げるためである旨を記して、日本の小説の歴史的大勢、現代小説の批評、小説即美術論を展開した。同年4月、東京廃止出版社と、小説真髄と、 当制書正規室の出版契約を交わすが、出版社の失敗により、出版が遅れることとなる。明治18年9月から、小月堂が出版を引き受け、上下2冊の予定だったものを、分冊雑誌式で刊行した。同年9月末に、第3冊で一時中断し、明治19年3月から、再び続刊され、同年4月に、全9冊で完結した。また、 同年5月、旧文冊を上下2冊に合本して出版された。ありがとうございます。